落ちた側じゃなくて落ちられた側が泣かまれてる。え、パンチの携帯は果たして無事なのかどうか。これさ、え、嘘やろ。何これ、剥がす、どうするの。あ、外や外や、大丈夫、外や外や。え、だからハンマーみたいな容量で壊したそう、携帯が携帯を攻撃した。俺マジでこっちの携帯の心配めっちゃして、うわ、バレたんちゃうのって。あこっちの心配全くしてなかったわ。何してくれてるの。え、俺まあ無事でよかったな。いや、無事ではないよ。はい、というわけで今回は初代ボールでドッジボールをしていきたいと思います。すげえ威力、いろんな意味でもう試されたもん。いろいろ一生されたから。これはすごい。安全を考慮した上でやっていきたいと思います。はい、それではチーム分けをしたいと思います。グッパで分かりましょう。グッパショッショッショッ。おお、勝ったな。新アウンメンバー対旧アウンメンバー。おお、それではバトルスタート。それでは中盤に入ります。お願いします。お願いします。最初はグー、はい、行きましょう。よし、先にボールカットを一発で終わらせちゃうといい。大丈夫、行きます。レディーゴー。パス。
ボール対戦は見事封鎖カンタが2連勝という、はい、はい、圧勝でございます。パワーバランス的にはいい感じだったんじゃん。確かに A カードの破壊力と受け力と、もちろん普通力とで、でもお前じゃこれで戦力外でパスが届かん、パスが届かんのはもう絶望。パス届かへんし逃げ回ってるだけ受け止めようとしたよ一回でもでもぶっ飛ばされたからぶっ飛ばせてというわけで次は中で勝負。前ちっちゃいボールでやったから、ね、確かにもうボールのスピードが遅いから正面逃げようと思ったら一瞬余裕ですよ。あ、一瞬当たる気せん、ほんまに一瞬当たる、マジでこれに関しては俺も当たる気せん。前一瞬殺やった。いや、あれはちっちゃいボール苦手やん。だから野球とかも苦手やん。なるほど、大きいボール体験、大きいボール体験。それではやっていきましょう。最初はグッチョキ、はい、俺だ。最初はグッチョキ、はい、1、2、3、いきまーす。よーい、54秒50秒ぐらいですね。50秒、イエーイ。カンティー、いきまーす。よーい、スタート。12秒82。ネクスト、はい、ペカ選手、はい、では行きます。よーい、スタート。8秒59。大きくてもちっちゃくても変わらないゆかちゃん。私並んで。あー面白い。というわけでサナの挑戦です。はい、いやちょっとそれ思ってんけど、的がちっちゃいから避けやすいってあるっていう考えたら、サナもちっちゃいから、そう避けれるんかなと思ってた。完璧や。頑張って10秒元。ではサナ選手の挑戦です。よーい、スタート。お、いいよ。ただいまの記録21秒。すごいすごい。俺また瞬殺されるんかなと思った。案外に行かれるとややこしい。確かに短いでレベルアップしない。学んだね。というわけで中畑対決、ふうさが勝利。やったー、イエーイ、ふうくん勝利でした。そのままだと50秒すごい。マトがでかい。そうね、マトがでかいから8秒。言い訳すんな。あ、言い訳をや。確かにね、水玉も運動はちょっとすごい汗かいたわ。汗かいた。以上ひと言ひと言、ちっちゃいということはすばしっこい。ちょ
大ボール対決でした。イエーイ。俺的に一番おもろかったのは投げた時に、あ